この日、生まれて初めてイザリに行きました。目印のライトを2つ海岸に置いていきます、はい、この日は月もなく真っ暗なのでね、どちらが沖でどちらが岸か目印のライトがないと全然方向がわからなくなってしまいます。森のキャップも外してと。遠くに明かりがちらほら。私たちの他にもすでに何組かがイザリに来ています。時刻は現在真夜中の12時頃。この日の干潮は12時半頃です。サンゴ礁に到達しました。画面暗くてごめんなさいね。私はオズモアクションを使ってるんですけども、暗いところの撮影はどうも GoPro の方が優秀みたいです。一人が何か見つけたみたいです。アブラアマンというらしいです。アマンってヨロン語でヤドカリっていう意味なので、ヤドカリの一種なんでしょうね。私の森の先にある白と黒のしましまは小さな魚です。完全に熟睡で全く動きませんでした。全く動かない。そしてさ、こっちにもいるよね。2匹いるよね。ここ奥にもいるよね。ウニ。ウニ。で、ここに貝がある。これ貝。貝。ここにもウニがいる。この一帯にはウニがたくさんいました。ウニがいっぱい。モルグつけないんだよ。魚がね、いるのよ。友達が小さい魚を救いました。映ってない、すいません。こうやって魚が簡単に救えるなんて、夜中に行くイザリならではですね。魚は寝ているので私でも救うことができました。これに入れる、いや、なっちゃん入れといて、なんか私こけて落としそうな気がする。そこにもいた。それ食べれるの？アヒョウ。あ、ほんとアヒョウ。アヒョウという赤い魚がいっぱいいました。アヒョウ。私たち今ね、サンゴ礁の上を歩いているので、なるべくサンゴを踏まないように岩の上を歩くようにしなければなりません。この手前に映っている卵みたいなサンゴが私はとっても気持ち悪かったです。タコ取りたいな。私がタコ取りたいなと言った途端、友達がなんと捕まえました。あ、やった。いいダコです。いいな、かわいい。いいな、やったね。やったね、やったね。私だ。タコ美味しかったよ、一番。友人がハリセンボンを刺しました。ありがとうございます。写真撮った。大きいの、大きいの。あ、でかっ、でかっ。向こうでは大きなカニをゲット。でかっ。食べれたと思う。でも、これがらくやった。
メだらけ、ガシガシ取ればいいよ。これも、あ、入れてた。なんか、めっちゃ水が来た。ここどこ？ご覧のように、本当に真っ暗で、どっちが沖でどっちが岸か全く分かりません。危険です。迷ってる間に潮が満ちてきたら溺れてしまいます。岸辺に置いた2つのライトは必須アイテムでした。なんと撮りました。でもちっちゃいからかわいそうだな。生まれて初めて森で魚を突きました。いるわ。黒いのもいた。黒いのもいた。取れた。取れた。さあ次はタコを取らないと。さあ次はタコを取らないとと私が言った途端、友達が呼ぶ。お騒がせしました。タコの映像は後ほど。こんなに大きい宝貝、すごい。これ宝貝、こんな感じ。中身が詰まったこんな大きな宝貝を見たのは初めてです。だんだん盛り付けがうまくなってきました。取ったどー。サンキュー。これいいね、アイテムに。シャコガイ、ガッチガチに挟まってます。シャコガイって動く貝って。ここで成長してハマっちゃったやつ。やっと取れました。協力ありがとうございました。やっと取れました。でもこれちっちゃいね。はい、本日のぼっちの釣果です。あ、これめっちゃちっちゃかったね。大騒ぎして取った割にはめっちゃちっちゃいタコ。これが全員の釣果です。こんな風にしてみんなで美味しくいただきました。最後までご視聴くださりありがとうございました。